の頂に君臨する死神ナンバー1と勝負しなさい。勝負ですか？大丈夫ですか？あなた今私をかわいそうだと思いましたね。同情しましたね。許せません。勝ちました。死力回避フラグちゃん。遡ること数日前。最近はどうかな？ぼちぼちですかね。でも昨日は無謀さんのフラグを1本回収できました。よかったね。それより僕がデザインした新しい制服についてなんだけど。死神ナンバー269。たかだかフラグを1本回収できたくらいで神様からありがたいお言葉をいただくなんて許せません。私だって神様に褒められたいのに。もうそろそろいいでしょうか？待ってよ、まだ話は終わってないから。今神様をないがしろにしましたね。許せません。そうだ、いいこと思いつきました。私との差を見せつけてやるのです。竹馬に乗って見下ろしてやろうと思ったのに、このざまとは。立てますか？自分で立てます。子供扱いはやめてください。それよりも勝負です。あの時のことはしっかり反省していますが、やはり神様の一番は私なのです。白黒はっきりつけましょう。私とナンバー1さんではそもそも勝負にならない気が。それと今から無謀さんのフラグを回収しに行く予定なんです。え、また後でお話ししましょう。え、この私を置き去りに。待ちなさい、死神ナンバー269。フラグ回収勝負。俺の名はモブゴ。今まさに蛇に睨まれたカエル状態だ。落ちました。落ちていますね。ナンバー1さん、ついてきたんですか？あれ、なんでちびっこがいるの？ちびっこではありません。私は天界の頂に君臨する威厳ある死神ナンバー1なのですよ。そうだっけ？ちょうどいいです。死神ナンバー269、先にこのフラグを回収できた方が勝ちです。勝負ですよ。そんな急に。あの男、あなたの卵を盗んで売ろうとしてました。あ、何してくれちゃってるの？本当のことを言ったまでです。クソ、バレたか。高く売れると思ったのに。モブオデッドエンド。こうして死神ナンバー1と死神ナンバー269の一方的な勝負が続いた。お先どうぞ。え、譲ってくれるの？やったー。うわー、そういうことか。モブオさん。モブオデッドエンド。何をしているのですか？うわぁ！って、あのちびっこか。その姿心臓に悪いからやめてほしいんだけど。それより今、殺人鬼に追われててさ。ほら、後ろ後ろ。え？モブオさん！モブオ、デッドエンド。ついに完成したぞ。何か命令してみたらどうですか？そうだな。おい怪物、巨乳美女をさらってこ、ジエーイ！モブオデッドエンド。すごいです、見事なフラグ回収でした。回収のコツはありとあらゆるパターンを推測し、先の行動を読むことです。そして常に死神らしく振る舞うこと、これが死神の基本なのです。すごいです、やっぱりナンバー1さんは優秀なんですね。私なんて手も足も出ませんでした。行動の先を読む力、これは私の努力と経験で培ってきたものです。努力と経験ですか？あなただって何百回と挑戦と分析を繰り返し学んでいけばいくらかマシに。私は今何を言おうとして。全く勝負にはならなかったですが、すごく勉強になりました。私としたことが敵に塩を送ってしまうとは。あなた今私がバカだと嘲笑っているのでしょう。死神ナンバー1と死神ナンバー269。なるほど、後輩の教育をしてくれていたんだね。ありがとう神様。これで死神ナンバー269ももっともっと成長するだろう。ん、どうかした？結局は死神ナンバー269を気にかけるんですね。神様、この際はっきりしてください。私とこの無能、どちらが大事なのですか？困ったな、どちらも同じくらい大事なんだけど。そんなはずありません。いつもいつも死神ナンバー269のことばかり。こんな無能に構う暇があるなら、優秀な私のためにも何か特別なご褒美を用意するべきです。ナンバー1さん、そうですよ神様、ナンバー1さんは優秀です。さっきも見事な回収を見せてくれました。
と波の武力ではできません。あなたは黙っててください。なるほどね、わかった。なら今日はもう仕事はしなくていいよ。え？いや、君たちはいつも頑張ってるからね、特別なご褒美をあげよう。え？私もですか？ご褒美、ここは、ここはこの前作ったバカンス用のビーチだよ。僕が休むためのね。たまにここで物思いにふけったり、ノスタルジーな気持ちに浸ったり、忘れられないあの日を思い出したりするんだ。あの日とは？スキー、どうして死神ナンバー269も一緒なんですか？これじゃ意味ないじゃないですか。まあまあいいじゃないか。本当は神様と二人きりが良かったのに。目いっぱい褒められたり、親孝行したり、一緒にお昼寝したり、それから足りない。じゃ、僕は仕事があるから、あとは二人で楽しんでね。神様、大体神様はあなたに甘すぎるのです。自分がどれほど優遇されているか自覚しているのですか？それは頑張っても認められない私の気持ちなんてあなたには分かりません。私帰ります。待ってください。少し私とお話ししませんか？せっかく神様が連れてきてくれたんですし。あなたとは一言も話したくありませんが、このまま帰るのは神様に悪いですね。ナンバー1さんのように誰かの一番になりたいって気持ち、私にもわかります。え？相手は神様じゃないですけどね。神様もきっとナンバー1さんの努力は見てくれていると思います。今日だって褒めてくれてたじゃないですか。あの言葉はちゃんと認めてくれているって証拠です。私は神様からよくアドバイスをもらいますが、実際褒められたことは少ないんです。でも神様はあなたばかり構って。それはナンバー1さんが優秀だから安心しているんです。私はただ手のかかる死神というだけですよ。だからナンバー1さんはもっと自信を持ってください。あなたはどうしてそんなに優しいのですか？これじゃあ私が惨めになります。あの時だって。私はまだまだナンバー1さんの努力には及びませんね。ナンバー1さんは偉いです。私を子供扱いしましたね。あなたのそういうところが嫌いなのです。そして威厳ある死神ナンバー1は今日も努力する。死神らしく毅然とした振る舞いで天界でも近づきがたい存在だ。ねえ、あの死神ナンバー1さんの中身って。小さな女の子なのよね。しっ、聞こえちゃうって。あ、ナンバー1さん、この前はありがとうございました。ナンバー1さんに怪獣のこといろいろ教えてもらって嬉しかったです。私は教えていません。そもそもあれはあなたのためではなく。その姿もかっこいいです。でもそれだと頭が撫でられませんね。また子供扱いですか？やっぱり白黒はっきりさせましょう。勝負ですよ、死神ナンバー269。多分また勝負にならないと思いますけど。今日も元気だね。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんって、フラグちゃん。待て。